パリオリンピック・パラリンピックに出場する御殿場市ゆかりの選手のタペストリーが御殿場駅に設置されました。3年前の東京大会でも行われた試みで、市民一丸となって応援しようとパリ大会でも実施されました。ゆかりの選手は御殿場市を拠点としていた JFA アカデミー福島を卒業したサッカー選手、それに御殿場南高校出身の競歩の川野将虎選手、市内で練習を重ねパラリンピック馬術競技に出場する吉越宗志選手の11人です。御殿場市ゆかりの、アスリートがですね、パリで活躍している姿をみんなで応援してもらいたいな。応援タペストリーはパラリンピック期間中まで掲げられています。